い、皆さんこんにちは、モーマーチャンネルです。今日の動画はね、ちょっと短いですけれども、我が家では猫をね飼ってまして、小次郎さんという男の子の猫なんですけれども、排水水槽をねやりながら、猫を大丈夫なんですかって結構ね聞かれることもあるんですけれども、うちの猫次郎は特に海水水槽にそんな興味を示すわけでもなく、たまにね水槽の上登ったりとかはしますけどね、特に何か問題とかはないんですけれども、今日の動画は小次郎さんの一日の様子といいますか、小次郎的ルーティーンなんですけれども、短い動画ですが小次郎ルーティーンをご覧ください。俺のルーティーン、今日は俺様小次郎の海水水槽ルーティーンじゃ。俺のルーティーン、チュール大好き小次郎です。俺のご主人様は海水水槽を2つ持っている。強制的に興味のない海水水槽を見させられるのが僕の日課だ。俺のルーティーン、ああ、この魚食っていいのかな。そろそろ飽きてきたぞ俺。俺のルーティーン、ご主人様、それは俺の大好きなチュールではないか。ありがとう、やっぱりご主人様は大好きだ。ああ、祝福のひとときだ。ありがたや、ありがたや。このあ、もうないんか、チュールはもうないんか。言いましたね。だから俺は海水水槽の興味ないユーフォローに。俺のルーティーン、こうして俺は毎日毎日海水水槽を強制的に見させられるのがルーティーンだ。たまにご主人様は俺を服の中に入れてくれるが、やっぱり水槽を見させられるんだ。俺のルーティーン、これが俺のルーティーンだ。ご主人様はチュールの歌が耳から離れないようだ。なんてお気楽なやつだ。俺は潜るよ、さようなら。俺のルーティーン、ご主人様がそこにいると俺の本能が働くんだ。俺のルーティーン、すまんご主人様、これはわざとではないんだ。わざとではなく本能が働いてしまってつい登ってしまうだけなんだ。これはわざとではないんだ。見てごらん、なかなかのバランス感覚だろ。トーン、トーン、トーン。はい、こんな感じでね、小次郎はね毎日私にね強制的に水槽を見させられているというルーティンでございました。あとね、上に登っちゃうのは仕方ないのかな。まあ、それもルーティンですね。上に登ってね、何の蓋を壊されたことやらということで、今ね、蓋はしてないんですけれども、まあ、ちょっとヒヤヒヤはしちゃいますよね。これが、まあ、この子の日常ですね。でもね、水槽に登りはするんですけれども、魚を食べたいという感じは、小次郎にはね、見受けられないのでね、特にね、魚を狙ってる様子はないですね。
ただね、高いところに登りたいという本能なんでしょうかね。登ることぐらいですね、ちょっと危ないなって思うのは。それぐらいですかね。はい、そんな感じでした。それでは、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。